皆さん、毎度ニューヨークでビールの売りやってるヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshia ビアノモエ in New York。 はい、ヨシズビールが完成いたしました。イエーイ。ちなみに今回が一応13回目ということなんですが、今回はスタイルとしてはそばエールなんですけど、ベースのスタイルは、イングリッシュペールエールの、ベースを使ってそばエールを作ってみました。前回作ったねジャーマンアルトのビールは結構そばが出てて、美味しかったなというふうに、成功だったなというふうに思ってるんですが、一体どうなってるか分かりませんが、とりあえず早速飲んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはヨシズビールそば A です。それでは早速飲みたいと思います。さあ、感じかな。色は少し白濁した薄い茶色というところでしょうか。で、香りの方がモルト、ソバ、少しホップですかね。で、炭酸というか泡はですね、前回のジャーマンアルトの方がかなり良くてですね、今回のペールエールに関してはそこまでいい泡をしてませんね。はい、それでは早速飲みたいと思います。乾杯。美味しいんではないでしょうか。はい、ペールエールらしさの柑橘系の酸味とそばの苦味とモルトの甘みがしっかりとあるビールだと思います。スッと流れていくような、そこまでそのすごいアロマティックなビール、香り立つビールではないんですけど、どちらかというとすっきりさっぱりしたビールの上にそばの香りと味が乗っているという感じのビールですね。はい、これはこれで美味しいと思います。ジャーマンアルトの時はね、もうちょっとモルティーな感じですごくフォーミーで、これは結構その柔らかい感じで、ただ難しいですよね、そばをやる上で。やはりみんな、人それぞれなんですけど、そばと聞くと結構どっしりがっしりした、結構重ためのビールなのかなって思われるんですけど、僕はどちらかというとそういうビールでなくて、エールなんですけど、そこそこ、しっかりした味があって、プラス、香りもあって、でもどっちかというと飲みやすい方のビールを作りたいなと思ってるんで、僕はペールエールに関してはそばはすごく合うと思うんですけど、ただペールエールだとペールエールらしさが、なくなってしまうというふうに、前回のねナショナルホームブリューイングコンペティションの時の、フィードバックにも言われたんですけど、そろそろそのなんていうんですか、なんか闇雲にパン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 ビールを作るんではなくて、結構どれもなんか少し似たような味になってきてるというふうに思ってるんで、特にこれとか前々回作ったペールエールともかなり似てるんじゃないかなっていう、コンペアしてないんでちょっとあれなんですけど、似てるんじゃないかなっていうふうに思うんで、確かにね、美味しいビールだと思うんです。自分で言うのもなんなんですけど、美味しいビールなんですけど、もう一つ何か足りないっていうか、ちょっと工夫をしないと、来年のホームブリューイングコンペティションまでにはまだ時間があるんで、いろいろとまた試行錯誤してちょっといろいろ試してビールを作っていきたいなと思っております。はい、何かねいいアイデアがありましたら教えていただきたいなと思います。もしこのビールを飲みたいなっていう方はですね、居酒屋十六の方にまで来ていただいてですね、私のいる日に来ていただいたらですね、YouTube 見たんだけどビール欲しいんだけどって言っていただければ無料で差し上げますんで、はい、ぜひぜひ居酒屋十六の方までお越しくださいませ。はい、ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲み屋のヨシでした。